じゃあ、トロビーショートです。よろしくお願いします。今回は、屋台の定番、焼きとうもろこしやで、絶対食べるやんか、もう。それをね、自宅で簡単にね、作れるので、やっていきます。さあ、正解。Let's cook it.材料こちらです。とうもろこしに濃い口醤油、みりん、バター、以上。うまうまだよ。まずはとうもろこしを剥いていきます。えりり、お家やとね、これ邪魔になるかもしれんな。うん、全然取ってあげてもいいんでね。なんか持ちたいやん、こう屋台っぽいもしね、大きめのフライパンとか鍋がある人はここつけたまんまでポンポコッと取れるからね。今日はつけたまんまやっていきます。よいしょ。夏が来たって感じするよな。うん、畑の匂い。間違えた。いや、畑の匂い、そうね。屋台で買ったら1本500円ぐらいか。え、もうちょっとする。え、そんなするの？え、そんなするの？え、もうちょっと知らなかったっけ。500円のイメージやねんけど。値上がりかな。え、そうなん？マジ？でもこれ1本100円やで。スーパーで買ったら5本食べれる。5本やな。パパ適当でいいからね、ヒゲは。はい、これでもう湯がいていきます。たっぷりのお湯にお塩、だいたい 2% ぐらいですね。はい、沸いてきました。パランパラン、いよいよ。あ、4分ぐらい湯がいていきます。蓋、はい、途中でくるくるしてあげて。切ったりしとったやつはもうそのままでいけると思う。これ回らへんねんな、長かったら。よし、もうちょっと。合わせ醤油ね、醤油が1、2、3、4。醤油だけでも十分おいしいんですけど、今回はみりんも入れます。1、2、醤油4、みりん2です。これをかけて焼いていきます。よっしゃー、オッケー。甘い匂い。はい、ザルにあげます。よいしょ。黄色がもうガッて綺麗になるな。うん、ほーい。油をね、ほんのちょっとだけ引きました。もう少しでいいんでね、薄く広げます。なじませてコーンを焼いていきます。もうちょっと。ここで軽く色をつけていきます。お、いい感じ、いい感じ。おお、こんな風にね、焦げ目をね、軽くつけていきます。くるくる回して半分ぐらいにね、切った方が一番やりやすいかなと思いますね。中火で焼いていきます。よし、全体的にね、色がついてきましたね。お醤油、ここやで。こう、いや、この焦げた匂いがやばいよな。火は中火から弱火に落とします。うわ、匂いがやば。マジで縁日の匂いするわ。うわ、めっちゃいい匂い。おれおりゃ。うふふ、半回転させてまた上から。フライパンの温度気をつけてね、高すぎたらめっちゃ苦くなっちゃうから。うわー、いい匂いがする。
みりんが入ってるからね、どうしても焦げつきやすくなるんで、火の温度をねちょっと早めに落としといてください。もう醤油全体的になじんだかな、うん、そして最後にバター、火を止めます。最後バターの香りをつける。やば、間違いない、なるな。よしよしよし、バターをしっかりなじませたら完成。いただきます。いや、めちゃくちゃいい匂いするわ。え、頭からいくタイプ？真ん中でしょ。真ん中な。うまっ。贅沢よ。うまい。甘い？甘くてめちゃくちゃ香ばしい。うまっ。これ全部食べれるわ。余裕。うん。いっぱい。いいね、季節のもんって。トウモロコシとビールは生やね。うん。もう香りが全然違うもん、缶詰のやつと。うんうん。うまっ。なんか思ってたより手間じゃない。ああ。なんかもっとやっこいんかと。茹で時間もそんなにいらないの。うん。うまっ。醤油の塩味がいいんやろうな。うん。で、屋台の焼きトウモロコシってバターないやん。うんうん。トウモロコシとバターは相性抜群。最後までご視聴ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいから一回作ってみて。今スーパーやったらめちゃくちゃ安いから、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまたね。ほな。